この車、パッと見それっぽい形にはなっているものの、いろいろと手直しをしなければいけないところがあります。このバラバラの状態で引っ越しをしなきゃいけなかったので、とりあえず付けれる部品、手当たり次第付けて車運んできたんですよね。おはようございます。俊也です。ということで今日の FD レストアは、今までやってきた作業の手直しです。仕方ないよね。部品バラバラで運ぶと荷物の量も増えるしさ、部品破損する可能性もあるしさ、買った部品破損とかも嫌だから、リビルト部品もこっちに来てから注文かけてますからね。これね、届くのに結構時間かかるんですよ。とりあえずちゃんと手直しをしておかないとこの先組み立て進められなくなっちゃうんで、今日の動画は今まで組んだ部品をもう一度外して、で手直しをして復旧していきたいと思います。それでは作業スタートです。ということで、まずはリアデフを分解していきます。この中に入ってる LSD を組み方間違えたかもしれないんです。 LSD の中はフリクションプレートっていうのが入っていて、それを抑えるために両端にサラバネが入ってるんですよね。そのバネの表裏の向きがあるんですけど、動画だと間違えて組んでるっぽいんですよね。視聴者の人にコメントで教えてもらいました。ただこの時間違えてるのに気づいて組み直したような気がするんですよ。動画だとなんかごちゃごちゃして見にくくなっちゃうから、カット編集で無理くり繋いだような、そんな気がしてます。ただもう何ヶ月も前の作業で記憶が曖昧だからちょっと不安だし、一回バラしてちゃんと合ってるかどうかだけ確認します。このままにしておくと中のバネが割れて LSD 粉砕とかもありえるから、そうなる前に、今だったらまだ後戻りできるから、リアデフ下ろしていきます。とりあえず足回り分解してドライブシャフト抜いちゃいます。取れた。ブレーキもドライブシャフトも全部くっつけた状態でまるっと落っことしちゃいました。オッケー、デフ下ろすの完了。よいしょ。デフのカバー開けます。結構しっかり張り付いてんな。こんなしっかり張り付いててくれんの？まあやり方は間違ってなかったってことか。ちょっと待って、剥がれないんだけど。どうしましょう。どうしましょうったらどうしましょう。ああ、やっと剥がれた。ああ、自分でくっつけといてこんなべったりくっついてるとは。ガスケットの塗り具合、そして脱脂の仕方は間違ってなかったってことだね。内側へのはみ出しも全然ない。我ながらガスケットの塗り方完璧だったんじゃないですか。はみ出しも最小限でぴったりくっついてた。そしてだから次これか、リテーナーですね。これ外しましょう。
これにも印つけとかなきゃ。あ、こっちもか。ベアリングもだ。そんでこのデフ玉からリングギア外します。これははまってるだけだから芯で落とせればこじらなくても抜けるはずなんだけど、よいしょよし。でギアを外して、で次ひっくり返してここの、プラスネジ、これを緩めます。あ、緩んだね。よし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 。これで中のバネテンションかかってるから、いっぺんに緩めないで、少しずつ、少しずつ。我ながら、ちゃんと組んであるんじゃないかい？ネジの締まりも問題なかったしね。あとは、この中に入ってるバネが、表裏間違っていないかどうか。ちゃんと組んだはずなんだけどな。じゃあ開けてみましょう。いや、どうだ。じゃん。あ、合ってんじゃない？ちゃんと合ってると思うよ。合ってる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 。よかった。中はただのクラッチプレートだから、プレート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 で来て、一番外側だけがバネ。合ってる。一応反対側も見とく。これ一遍に外さないと順番がずれると入れるの大変なんだよな。せーの、じゃん。あ、合ってるね。合ってる合ってる合ってる。この一番外側のバネ。よかった。向き合ってますよ。組み方間違えたかと思った。よかった。ちゃんと組んであった。あの時作業やってた自分を褒めてあげたい。確かね、あの時、一回目組んでる途中で、あ、間違えてるってことに気づいて、で、途中でやり直したはずなんですよね。ただ動画的に手元が見えなかったかなんかで、最初組んでた時の映像の方が見やすかったから、カット編集で最初の方を使ったんだったよなーって気がしてて、やっぱ思ってた通りでした。まあ、とりあえず間違ってなかったのが確認できただけいいっすね。これもし本当に表裏逆になってたら、LSD 粉砕してたかもしんないから。それが確認できただけ、ほんとよかった。二度手間三度手間だけどね、車壊すよりかは全然いいですからね。そしたら今度はこのバラしたやつをまた戻していかなきゃいけないんですけど、またネジ穴きれいに掃除したり、あとネジロック剤つけたりとか、こっちのデフケースの方もまたガスケット掃除してきれいにしてとかをやらなきゃいけないんで、でもそれ動画にしちゃうとなんかまたグダグダして動画長くなっちゃいそうだから、今回は触りの部分だけかいつまんでパパッと車に組むような感じで動画でお届けしたいと思います。液体ガスケットは薄く塗り伸ばしてこんな感じで組んでいきます。位置決め用のピンがないんでボルトで位置を出しちゃいます。よいしょ。
そしてデフを戻します。そんで外した足回りを戻す。あ、ちょっと待って、これ重い。外すの良かったけど戻すのちょっと無理があるな。ナックルからドラシャだけ抜いちゃいます。さすがにナックルつけたままドライブシャフトを刺すのは無理があるな。シール傷つけちゃったら困るから。よいしょ、よいしょ、よいしょ、 OK。 よっ、ドライブシャフトを刺してナックルを戻す。この動画を見ている方でもう気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、ブレーキキャリパーの塗装が悲惨なことになっています。もう全体的にね、蜘蛛の巣みたいにクラックがブワーッと入ってて、で、ところどころ剥がれてたりもするんですよね。でも下地処理はブラストでやったから足付け不良とかはないはずなんですよね。で、ダッシュもちゃんとやったし、問題があるとすれば塗料もしくは塗り方の問題。ちょっと何が悪かったのか分かんないんですけど、この塗装はちょっと悲惨ですよね。これはいずれちゃんと塗り直しをしたいと思います。さすがにこの仕上がりじゃ満足できない。ただ今は車検を取るのが最優先事項なんで、まずはこのまま車検取りに行っちゃいます。で、時間に余裕がある時に後日ちゃんと直したいと思います。続いてリアのサスペンション、これのアッパーマウントを追加で加工していきます。別に作業ミスとかじゃないんですけど、ボディ側を見てもらうと、取り付け部分ここになんか出っ張りがあるじゃないですか。ここの出っ張りが室内側から見るとこのネジです。だからこのネジの頭が取り付け部分に出っ張ってるんですよね。もう一度裏側からの撮影、こんな感じでネジの頭が飛び出しています。で、本来はこの出っ張りをかわすようにアッパーマウントのところに穴が開いてなきゃいけないんですけど、この車庫帳には穴が開いていません。なんかね、最近の車庫帳はここかわすように穴が開いてるらしいんですけど、初期の方に生産されたやつは穴が開いてないみたいで、こんな感じでね、取り付けた時の干渉した跡がついちゃってます。とりあえずこの状態でもつけることはできるんですけど、このまま使ってるとここにストレスが溜まってって、最終的には金属疲労でアッパーマウントがパックリ割れてしまうそうです。視聴者の人に教えてもらいました。なので、ここ干渉しないように穴を開けていきたいと思います。でかすぎてバイスに加えられなかったんで、このまま穴開けてきます。とりあえず穴開ける場所はこの跡ついてるんで、これを目印にセンターを出します。下穴は3ミリぐらいからでいいかな。鉄じゃなくてアルミだから3ミリからでいけるでしょう。反対側のショックも同じように穴開けていきます。穴のサイズは14ミリ、そして面取りしてこんな形になりました。これで一回合わせてみます。果たしてうまいことかわせるのでしょうか。よいしょ、穴位置ぴったり。ちょっと片付きがあるぐらい。穴もうワンサイズちっちゃくてもよかったかもしれないけど、ただ小さくするとちょっとずれた時に干渉しちゃうからね、このぐらいがちょうどよかったかもしれないね。よし、このままネジ締めて戻しちゃいましょう。
給完了。意外と時間がかかってしまいました。まだ部品全部ついてるわけじゃないからこれでも作業楽なはずなんだけど、ちゃんと反対側の足回りも戻してあります。これ車仕上がった後にやっぱりデフチェックしますってやろうとするともっと大変だったんですよね。ミッションからプロペラシャフト切り離して足回りもアライメント取ったやつもう一回バラして、だからまだこの段階でチェックできてよかったですね。そしたらついでに、組める部品さらに組んでいきます。とりあえず前回塗装した PPF、 これをデフにつけてしまいます。この横のボルトが93キロ、結構トルクが高いよね。よし、ほんでこの下についてるボルト、これが170キロ、170ニュートンか、めっちゃ高トルク。 OK、 これは締めるの大変だ。そしてここにサポートバーがつきます。よいしょ。そしてこれまた前回ブラストで綺麗にしたアンダーカバー、これがこうだね、こんな感じでつきます。同じくズズ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 ズっと来て反対側のここにもつきます。そしてマフラー、もともとついてた柿本海、これ前回車に取り付けてみようとしたらディフューザーに当たっちゃってつけれなかったんですよね。で、釣りゴムも普通のやつだったからこの高さがね調整できないというか、なんというかこう短いからボディに当たっちゃってたんで、この長いやつ買ってきました。これでマフラーの位置を下げればディフューザーに当たらずにつけれるんじゃないかなと思って、ちょっとこれでやってみたいと思います。これでつかなかったら本当に違うマフラー買ってこなきゃいけなくなっちゃう。とりあえず車検取れればいいんで新しいマフラー買いたくないですよね。どの道車検取ったらまた買えることになるの分かってるから。よし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 、どうだどうだどうだ、当たらずにいけるんじゃない？いけそうだね。あ、指は1本以上余裕がある。お、いけるいけるいける。あとは釣りゴムを固定できれば。ああ、よし、1本目入った。よし、2本目入った。強化のゴムだから入れるのすごく大変。ゴムがめっちゃ硬い。一応シリコンスプレー塗ったんだけどね。入った。あ、3つ目入った。あとは一応ちょっと調整して、あ、右に寄ってるかな、もうちょっと左、こんなもんかな。全部ちゃんと釣りゴムかかってる。 OK。 そんでもって絶対このマフラーうるさいと思うんでサイレンサー入れときます。さすがにね、115π のサイレンサーなし、これはねうるさすぎると思う。車検もそのままじゃ絶対通らないでしょう。
よいしょ、いた。震源が出てないのかな、ちょっと歪んでくかもしれないね。よし、これで OK。 無事マフラー取り付けできました。いや、つかなかったらどうしようかと思ったけど、あんだけ釣りゴムで下に下ろさないとマフラーつけれないのね。クリアランスはね、どうにかなりそう。今この状態で指1本半ぐらい隙間があるんで、まあマフラーが揺れたとしてもボディに当たることはないと思います。横の方は全然平気だね。問題は上側ですね。ちょっとマフラーの熱でディフューザーが溶けないか心配だけど、でも最初のうちは慣らし運転になるから、そんなマフラー熱くなるほど走ったりもしないと思うんで、まあ心配いらないかなと思います。逆に下回りのクリアランスが心配。マフラー下の方に下げたからさ、これタバコの箱90ミリなんで、ここはギリギリ、あと10ミリぐらい余裕ある。こっちかな、一番低くなりそうな場所。ぴったり90ミリっていうことは、これにガソリンを入れるとアウトだな。マジか。もうちょっと車高を上げなきゃダメだな。まあとりあえず仕方ないね。次作ってもらうマフラーはもう少し下回りのこと考えて、取り回しとかもうまいことやってもらわないと、クリアランス、まあ下の方もそうだし、ボディ側結構ね、このマフラーの上側空いてるんですよね。だからその辺は全部マフラー屋さんに調整してもらいましょう。ディフューザーに干渉せず、なおかつ最低地上高も稼げて、音も絞れるマフラー。よし、とりあえずマフラーついたし、デフも終わったし、これで下回りの作業は終了。そしたら続いて室内の作業を進めていきます。とりあえずリアシートを外してピラーカバー外します。バラした理由はこれですね。内張りに穴が開いてたんですよ。後付けのスピーカーを止めるための穴で、これ見た目良くないからパテつけて直すか、それともこの生地を張り替えるか、まあいろいろ考えたんですけど、生地張り替えるにしてはちょっと形状が複雑だし、パテつけてもこの布地にはくっつかないだろうなーってことで、今回は諦めてヤフオクで中古を買ってきました。左右セットで2万円。若干高かったです。ただ見た感じ傷とかもなく状態は良さそうなやつなんで、今回はこれに交換していきます。そして同じくスピーカー、これも取り付けがね変な感じになっちゃってて、車外のスピーカーがスピーカーグリルって言っていいのかな、スピーカーのカバーって言った方がいいのかな、これに結束バンドで直接固定されてるんですよね。もうね、取り付け方法がすごいおかしな感じになってる。これも直していきます。ということで、じゃん、純正のスピーカー取り付けるためのステー、これも買ってきました。もともとついてなかったんですよ。で、スピーカー自体はもう破れて使えないやつなんで、これスピーカー交換します。カロッツェリアの楕円形のやつ、純正と同じ形のやつですね。これに付け替えて車に付けていきます。全然外れない。なんか接着剤みたいなのがついてるんですよね。こじっていけるかな。うわ、ちょっとも外れないじゃん。嘘。来た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 。すごいね、スピーカー取り付けるために接着剤まで使って、絶対外れないように固定されてる。なかなかこんな凝った作りの車見たことないな。よっしゃー、取れた。ボロボロスピーカー。
そしたらこれに新しいやつをつけましょう。まあ新しいと言っても中古なんですけどね。LH ということはこっち向きだな。端子の位置が純正と同じ位置に来るようにつけて、ちなみにスピーカーは左右なんで、もう一個交換します。べったりつけすぎ、マジで。よし、ちょっと曲がっちゃったな。戻るかな。よし、あ、いい感じに柔らかくて戻しやすいね。左右のスピーカー交換完了。そして内張りのここの部分、これも移植します。プラスのネジで止まってるだけですね。よいしょ。よスピーカー線も作り替えられちゃってるんで、これも直していきます。とりあえずいらないところ切り落として、新しい端子を作る。よいしょ。カプラー作り直して、で反対側もカプラーでこういう線作って、脱着しやすいようにこっち側の線はこのスピーカーの端子につなぎます。社外スピーカーだからね、純正とはちょっとカプラーの形状が違います。じゃん、こんな感じでスピーカーに直接端子つないで、でこっち側はカプラーにしたから、スピーカー外すときはこの台座ごとガポッと外してくることができます。これでね、脱着がすごく楽になります。そしてこの配線をカプラーにつないで、よいしょ。でカプラーがプラプラ遊ばないように結束バンドで固定して、これを穴に留めてしまいます。よいしょ。これをここにピチッと、あとは内張りとシートを戻せば完成。復旧完了。穴が開いてたのが綺麗に治りました。そしてスピーカーも線つないだからちゃんと音が鳴るはずです。違和感のない純正の内装。
気になってた部分ちゃんと直せてよかった。あとこれはダッシュボードのデフロスター、エアコンの吹き出し口ですね。もともとついてたやつもうバッキバキに割れてて再使用が無理そうだったから新品を買いました。これつけてきます。これでダッシュボードが綺麗になったね。もう経年劣化でプラスチック部品何でもかんでももうバッキバキ状態だから。ただ今回はガラスを赤外線カットのガラスにしたからだいぶ部品の耐久性も伸びるんじゃないかな。新品部品入れたからね、そう簡単に壊れてほしくないですよね。本日の作業をこれにて終了。今日の動画やり直しばっかでこの車1ミリも作業が進んでないですけど、まあそんな時もあるよね。まあリアデフ組み間違いしてなかったからよかったかな万が一あれ組み間違いしてたら走行中に LSD ロックして、でそのままリアタイヤがロックしてスピンみたいな、そんな可能性もありえるからね。そんな事故にならなくてよかったかなって思います。この車の完成が気になる方は今すぐチャンネル登録よろしくお願いいたします。登録してもらえると新着動画の通知がいくようになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バーイ。